はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日はね、ちょっとお昼ご飯にこちらのね、あの矢沢さんのトラベルクッカーでご飯をね炊いてみたいと思います。一応お米は吸水させて、200cc のお水を入れてありますね。あとまあお肉、この間の残りね、お肉まだ残ってるのあるんで、まあこれをおかずにしてね、これ焼いて、玉ねぎ切ってきて、玉ねぎと、あとラム肉もね、少し残ってるんで、もう一緒に焼いちゃおうかなと思って、このね、あのジンギスカンとかに使った時のね、ラム肉。ね、これで今日はお昼食べていきたいと思います。で、一応説明書、取説、に、見えるかな、炊く、ね、ご飯1合約25分ってなってます。で、お米 150g を水溶きして、お米と水約 200ml を鍋に入れます。多分これ1合ってことだと思うんですけどね。うん。で蓋をして、約5分間沸騰させます。でその後、そのまま20分蒸らすと。で蒸らしたら、電源プラグを抜いて、まあ、器などに移して食べると。なんかそういう形みたいなんですけど、蓋をして約5分間沸騰させますっていうことは、電源を入れて、沸騰してから5分間待つっていうことなのかな。うん。でそので5分間沸騰させたらそのまま20分蒸らすのかな。そういうわけではなくて、電源を入れたらもう5分間、電源入れて5分でそのままさらに20分ということで、で、約25分ということなんだな。ちょっとね分かんなくて、なんで一回ちょっとご飯炊いてね作ってみようかと思いますね。うん。ちょっと時間とかね測りながら、タイマーとか用意してないですけど、時計でね時間見ながらやっていきたいと思います。じゃあね、これね今からこれ電源スイッチなくて、コードもうコンセントに挿したらもうそのまま電源入るんで、はい、では今ね電源入れました。電源のランプもついてます。じゃあ今からちょっとご飯ね炊いていきたいと思います。あと重しした方がいいかな。ちょっと重ししてね、これでご飯ね炊いていきたいと思います。はい、ではね電源入れてから5分経ちました。何にも音も何にもしてないですね。ちょっとほんのりあったかいぐらい、ちょっと開けてみましょうか。何にもなってないです。何にもなってないですね。5分経ったけど何にも経ってないですね。何にもなってないんで、さらにこれでちょっとね20分待ってみたいと思います。はい、あれからね5分くらい経ったらあれですね、沸騰し始めましたね。わかるかな、湯気が出てんの。こんな感じ、こんな感じでね湯気が出てきました。もう音も結構してますね。わかるかなねえ。じゃああとあれだな、15分くらいねこのまま、炊き続けてちょっと様子見てみたいと思います。はい、あれからまたね4分ほど経ちましたけども、パチパチね音がし始めました。3分くらい経ったところかな、3分くらい経ったところでパチパチね音がし始めました。音入ってるかな。
もしかしたら動画の方には音入ってないかもしれないですけどもね、こんな感じでね、今パチ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 音がしてます。はい、ではね、あれから電源をね入れてからトータルで15分ほど経ちました。でもうだいぶね蒸気の勢いも弱くなってパチパチ音ももうだいぶ収まりましたね。一応トリセツだと25分トータルでね、トータルで25分ってなってるんで、あと10分ほどこのまんまで、一応トリセツのやり方だとあと10分このまんまっていう形になるみたいなんですけども、どうなんだろう、これもう電源入ってもまああと10分放置したら焦げるんかな、なんかちょっと心配なんですけど、まあちょっとまあもしかしたら途中で電源切って切り上げるかもしれないし、ちょっともうちょっとね様子見てやっていきたいと思います。はい、ではね電源を入れてからトータルで18分ほど今経った状態なんですけど、気がついたらね電源が切れてるみたいですね。これ加熱過充電っていうか過充充電じゃないですけど、確かね熱くなると自動的に消える機能があるんで、これですね、サーモスタット機能ね、温度が異常に上昇した場合に安全のため自動で電源がオフになるサーモスタット機能がついてますと。なんかねこれがね働いてなんか止まっちゃったみたいなんですよ。今電源入ってない状態なんで、もうこれで蒸らしに入ってもいいのかな？復帰するのにまたちょっと時間かかるっぽいんで、そうですね、この状態、また電源ついてますね。この状態でもいいのかな？ちょっとね、わかんなくて。でもまたちょっとヒーターの電源が入ってるっぽいんで、でもこれで炊けてるんじゃないかな？ちょっとね蒸気の方もだいぶもうほとんどほんの少し出てるぐらいの感じで、あと5分で25分なんですけど、20分で止めてちょっとこの状態で止めて、あとお肉焼いてそれであれかな、ちょっと開けてみようかな。はい、ではね、こちらのお鍋の方はこっちに移動させて今ね置いてあります。結構熱いんで気をつけないとね。でおかずを作っていきたいと思います。お肉ねこれ焼いておかずにしたいと思います。では早速火をつけて、よいしょ、でちょっと油を軽く引いといて、よいしょ、でまずはね玉ねぎを炒めます。そろそろお肉入れようかな。お肉ね、この間のなんだっけ、バラ肉だったかな。よいしょ。早くしないと。よいしょ。で、
ついでにもうラム肉残ってるのももったいないんで、このまま置いといても少ししか残ってなくて、このぐらいしか残ってないんで入れちゃいますね。一緒にもう焼いちゃいます。いい感じになったんでないでしょうかね。こんな感じでどうでしょうね。ではじゃあご飯見てみましょうかね、どうなったか。いやちょっと火消します。よいしょね。ご飯開けます。オープン。おお、ちょっとだけやわそうだけど、ちょっとだけやわそうだな。あ、やばいやばい、全然やばいや。で、そこは焦げついちゃってますね。あー、お焦げになっちゃってますね。わかる、ほらちょっとあれだな、おこげになっちゃって。ご飯は柔らかいしおこげになっちゃって、ちょっとあれでしたね。もうちょいって感じかな。でも炊けてはいます。なんでお水の量を少なくするとかすればいいかな。ではじゃあ早速食べていきたいと思います。一応ねお昼なんで豚汁用意してたんですけども、やっぱお肉見てたらね、やっぱねちょっと一杯ね、申し訳ないですけどもね、お先に失礼して、キリン丹麗のねプラチナダブル1本だけねちょっと飲まさせていただきたいと思います。グラスとか何も持ってきてないから、もう直接ね。ではお先に失礼してね、いただきたいと思います。しばしばで乾杯いただきます。うちの方のねあのキャンプ場もまだ、いつも行くあの無料キャンプ場4月の29日までやってなくて、これあれですね、でもこれ蒸らしの時間をもうちょっと長く取ればよかったかもしれないなぁとちょっと今思いました。ちょっと蒸らしの時間が短かったのかもしれない。これ蒸らしもうちょっとしっかり時間やれば、ほらおこげおこげ、ほら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 、おこげ美味しそう。よいしょね、ご飯にお肉を盛り付けます。タレちょっと絡ませて、よいしょ、玉ねぎを先にちょっとのしとこうかな、少しね、よいしょ。でここにお肉、お肉と、あとね小ネギが少しだけ残ってんで、小ネギをね少しね、ちょっと小ネギを少し、おお、これでどう、こんな感じでどうでしょう。
では早速ね、いただいていきたいと思います。よいしょ。うわ、炊きたて湯気が出てるの分かる、ほら。あ、お肉もうまそう。いただきます。おこげのところはちょっと硬いな。でもね、ふっくら炊けてますよ。柔らかく炊けてる。あれですね、蒸らし時間をもうちょっとしっかりとれば水分がね、ご飯に吸収されてちょうど良くなってたかもしれない。うん、十分美味しく炊けました。ではね、今日の動画の方はね、この辺で締めさせていただいて、あとはね、ゆっくりね、お昼ご飯を食べていきたいと思います。いやー、でもメスティンで炊いた方が楽かもしれないけどね。メスティンの固形燃料で、メスティンプラス固形燃料で炊けば、うん、ほぼ焦げ付きもないけど、これでもしっかり炊けるっていうのは分かりましたね。だいたい電源入れてから20分くらいで炊き上がる感じかな。うん、まあちょっと今回はね、お試しの実験ということでご飯炊いてみました。ではね、今日の動画の方はね、この辺で締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。